あっちぃ、あっつ、めっちゃついこれ。あっちぃ、演技うまっ。はいどうも、北野中小のアフェレスト、ハルくんです。皆さんにお伝えしたいことがあるんですけど、先日ですね、僕らの旅行っていうか、旅行兼撮影のために鳥取砂丘に行ったんですよ。なんで行ったかというと、ある動画を撮ろうと思ったんですね。ドントブレイクアイスっていうゲームがあって、これって普通に家でこうできるゲームじゃないですか、それをちょっと鳥取砂丘とかそういう広大な土地でやろうかなっていう時に、まあ修理じゃないですか、それドローンとか撮影したりしてた、まあ、これを撮るために、鳥取砂丘に行ったんですよ。その撮影した SD カードを紛失してしまったっていう。帰りの新幹線に乗せてで、そこ折っちゃったとかじゃないんですよ。折っちゃったとかじゃなくて、完全もうどっか行っちゃったんですよ。折ったデータを。もう帰りの新幹線とかも一言も喋んなかったんですよ。まあ、もう、まあ、スケジュールとか、あとその撮影の許可とかのために、もう日程がもう間に合わないんですよ。すればいいじゃんっていう結論に至りまして。あっちぃ、あっつ、足、あっつ、やば、足あっつ、本当に熱いの。いや、めっちゃ熱い。あっちぃ、演技うまで、今回はこの砂漠で何をやるかというと、はい、このゲーム Don't Break Ice、 これやっていこうと思います。氷があるんですけど、氷見立てたこれを一人一個ずつ崩していって、このペンギンちゃんをこう倒したら負けっていうゲームなんですよ。お前抜けてない色。あ、ありがとう。はい、というわけで今回はね、せっかくこの鳥取砂丘砂漠に来たんで、はい、大丈夫かな。じゃあ一回お前の実家にしてみるわ。懐かしい。ママ。じゃあ俺の実家もどうだ。はい。あ、でも逆にどこにでも行けるっていうね。確かに。どんなところでもこれを楽しめるので、じゃあ砂漠で行きましょう。はい、あっち。本当に。じゃあ僕から行きます。はい、行きます。意外に硬い。あ、硬い。ちゃんと行かないと。はい。おお。よし、じゃあ行きます。まだ四隅から崩してきて。そうだね、硬いこれ。意外に硬いね、これ。あ、フィリップ動くな。はい、おーし、じゃあ行きます。はい、おっ、よし。わー、いや、これそろそろなくなってきたんじゃない。やばいね、こことか行ったらもう終わりだし。え、そうか。ここ行ったら、あ、でもこいつは支えるもんなんもなくなっちゃうから。やばい、やばい。あ、そっち、ラッキーでなんか一個こっちだ。マジか。いけ、いけ。あー、おー、なんで、なんで、なんで、よっしゃ。なんで、なんで、これはもうフリーじゃん。あっ、わー、マジじゃん。マジ。いや、これどこ崩せばいいの、これ。やばい、砂丘ミラクル起こしてくれ。あっ、あっ、マジか。はい、ということで、今回ドントブレイクアイスというゲームで遊んでいきました。はい、まあ本当はね、まあ、現地で行った、まあ、動画をお見せできればよかったんですけど、まあ、カードを見せてしまったんで、まあ、再現という形でお許しください。はい、はい、まあ、というわけで、まあ、皆さんもね、このドントブレイクアイスぜひ遊んでみてください。はい、面白かった。はい、そしてくれぐれも、なくし物には注意してください。そうですよ、本当に。はい、気をつけてください。鍵何回なくしたの？鍵は8回。財布は6回。砂漠から帰りますか。そうだね、はい、ちゃんと元に戻りましょう。帰ります。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。よいしょ。